ここの出港の時のこの太陽がいいんですよね、この港と。北斗の拳、世紀末仕様。これ、誠丸ついにジードに入ったんですか。19WX 年、地球は核の炎に飲み込まれた。だがしかし、よっしゃ、いきます。イエーイ、いくぜ。ありがとうございます。よっしゃ、来たー。えい、2匹目サイズアップですね。サイズアップ。メガドックジョイクロンライザーでもないかな。まあでもライザー、あ、いやライザーなんで後ろでいいっすよ。釣っちゃいますよマジで。なんか気使わしちゃって、車線何投げようかな。こういうことじゃないんだろうな今。追いますね。追ってきた。うん、まあまあ5、60、まあ1匹でしたね。ずっとライザーの後ろ見て、でも止めたら食わないだろうから難しいですね。でも結構いいサイズでしたけど。75ぐらい。72。マジで。もうここ出ますよね結構。でかいのポロって。どうやって、これだとでもな、難しいな。マコトレンタルシリーズで80まで釣ったの。あ、マジっすか。79で止まるんだ。はい、こういうことじゃねえのか。ちょっとし、お、ピチタ、ピチタ、釣れるぞ。入れ食いだ。入れ食いだなこれ。鳥も来た。鳥が見てる。あ、見てる、マジ探してる。おーい。おーい。通過だ。あ、食った。やべ、ちょう、いやライザーベイト009、今日1だ、今日1だ、フグだー、イエーイ、半端ねー、写真撮ってやる。これこれ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、はーい、ライザーベイト009に顔が映ってないな、いいねフグさん、最高だろ。はーい、気持ちいい、ジョリジョリしてる、ジョリジョリしてる。これ毒ありますよ。毒魚ゲットです。こんな腹の中になんか水入ってるのよ。この人聞こえますか。ラトロンがチャポチャポやってる。お腹出してジョリジョリしなくていいの。気持ちいいですね。ゴリ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 って。これはね、ライザーベイト何でも釣れるルアーなんで、ちょっと狙って今日はフグゲームってことでね、木更津まで来てますけど、こういう感じでね、美味しい高級魚が釣れますんで、ぜひ使ってみてください。じゃあ逃がします。おー、いった、ありがとう。